フルングニルとトールの決闘。フルングニルは北欧神話に登場する巨人である。フルングニルが雷神トールの持つミオルニルの土によって殺害される。経緯は、スノディストゥルルソンが三分のエッタ第二部、守護法で紹介している。フルングニルは自慢のシュンバグルファクシで、オーディンの馬スレープニルと競争をするが、その勢いでバルハラグーに入ってしまう。 オーディンは彼を客人としてもてなすが、トールが呼ばれ、この様子に激怒して、すぐにでもフルンそこで場所を改め、アースガルズとヨトゥンヘームの境のグリオトゥトゥーナガルザルで、決闘をすることとなった。ヨトゥンヘームの巨人たちは、フルングニルが倒されるのを、心配し、グリオトゥトゥーナガルザルにおいて、粘土で巨大な人間、モックルカールビを作った。この心臓に、 金馬の心臓を使ったため、もっくり、頭は石、心臓は三角形の砥石でできているフルングニルは、担いだ砥石の他に盾を持っていたが、トールの召使いのシャール B が言う、トールが地下に潜って下から攻撃しようとしているという言葉を信じ、盾を大地に置いてその上に乗った。トールがミオルニルの土を、フルングニルが砥石を互いに向かって投げ合うと、土は空中で砥石に激突して、 これを破壊し、さらに飛んでフルングニルの頭蓋骨を打ち砕いた。巨大なフルングニルの足の下敷きになって動けなくなった、トールに、生後3日目の息子マグニが駆け寄って、足をどかした。これをトールは褒め、グルファクシを褒美に与えた。なお、守護法は、この時破壊された砥石のかけらが、トールの頭に食い込み痛みを感じたため、 ミコグローアに欠片を取り除いてもらおうとした経過を伝えている。また、この時破壊されたフルングニルの砥石の破片は各地に散って、砥石の採石場になったという。詩人不憫の肖像ルブルは、この物語を描いた盾を持っていたが、盾にはこの物語を伝える詩が刻まれている。コエッタのクロッティの歌第9説には、フルングニル自身もその父親も強かったこと、どう ハール・バルズルの歌第14節には、フルングニルを倒してから彼以上に強い相手と、トールが会うことがなかったという趣旨の記述がある。同じく、コエッタの、シグルドリーバの言葉第15節には、ルングニルの車の下でという表現があるが、これを、フルングニルと同一ではないかと考える研究者もいる。コエッタの、ロキの口論第61節において、トールは、ミョルニルのことを、 フルングニル殺しと呼んでいる。また、トールに対するケニングに、フルングニル、ゲールロズ、スリーバルでの殺害者、巨人フルングニルの脳天割りがある。また、フルングニルのことを、スルーズの奪いでと言い換えるケニングがある。詩人ブラギボッタソンは、おそらく物語に基づいて、盾のことを、スルーズの奪いでの足裏の歯と言い換えている。また、コルマクの佐賀の中で歌われる詩では、 やはり盾が巨人ルンクニルの足場と言い換えられている。ありがとうございます。